はい、じゃあ本日はよろしくお願いいたします。はい、早速なんですけど、浜崎さんの今持たれている夢やビジョンとは何でしょうか？おそらくですね、多分僕のことを資料でしか存じ上げない皆様が、僕の夢とか、ビジョンを聞いてもあまり興味をお持ちになられないと思います。なぜなら、僕の中では夢やビジョンというものは実現するものだと思っております。なので夢やビジョンというものは変わるんです。で、今思っているビジョンとか夢っていうものは多分明日になったら変わるかもしれないし、例えば何て言うんですかね、例えば分かりやすく言えば、目の前にいるあなたと僕が恋に落ちたとしましょう。で、その時には僕のビジョンっていうものはあなたを幸せにしたいっていうビジョンがあるんです。だけれども時が過ぎて、僕とあなたの前で、あなたの間に子供が生まれた時に、その時に僕のビジョンっていうものは3人を守りたいっていうビジョンに変わるんですね。で、なのでそのようにも僕のビジョンっていうものは常に変化していきます。例えば今までは自分が幸せになりたいからとか、そうだと思うんだけども、まあ、子供ができたら3人を守りたいと、それがやっぱり人間の生きる上での夢とかビジョンじゃないかな。なので、まあ僕が言いたいのは、とにかく人間というものは日に日に成長していくということです。10年前の自分のビジョンと、例えば今の自分のビジョン、夢、変化のない人っていうものはおそらく僕はいないと思っております。もし10年前の自分の夢やビジョンと今の夢やビジョンが変わってないっていう人がいるのであれば、それは自分の人生を生き切ってないと、僕は思っております。例えば今よく言われるように、コロナの渦の中、ピンチはチャンスってよくその言葉を聞くんですけれども、大変だ大変だと言って回って逃げるだけでは成長はないんですね。大変な時こそ大きく変わる時だと、僕は、思っております。今その中で変化のある時だと思うんですけど、今描いてる夢っていうところも今まだ変わってるってことなんですか？例えばですね、僕がその夢やビジョンっていうものは変化があるって言ったんですけれども、一つの道は歩いております。一つの道、そしてその道っていうものは1ミリもぶれることもないし変わることもないんですね。それを僕は志と呼んでおります。志っていうのは武士の心、命をかけて忠誠を尽くし、命をかけてその道を歩き続けるということです。なので僕の夢とかビジョンっていうものはおそらく皆さんが聞いてもあんまり興味はない。だけれども僕のその志についてはですね、一言語らせていただきたいと思います。僕は今父出版っていうところとともにですね、全国若者意識改革の会、一円会という勉強会を、主催、させてもらっております。で、この日本の夜明けは若者の意識改革から始まるものだと、僕は思っております。で、その僕が常に学んでいるその学びというものをその若者たちと共有していきたい、そしてその心の奥底に燃え上がる一つの炎を、僕と関わる若者たちの心に灯していきたい、そしてこの日本を大きく燃え上がらせていきたいと、そういう志を持って、僕は今一つの道を歩いております。残念ながら僕の夢とかビジョンというものは日に日に変化しておりますので、なので今回は志というテーマで語らせていただきました。はい、ありがとうございます。まあ、短い中でもすごい、でもその本当に燃え上がらせていきたいという熱い思いがあるのはすごく感じました。はい、はい、ではその、まあ、ちょっと夢やビジョンというところとは少し違うかもしれないんですけど、はい、まあ、具現化するための目標計画っていうところで、例えば来年とか、まあ、3年後までにはここまでこう達成しておきたいというような目標計画などはありますか？目標計画、まあ、その僕にとって目標とか計画っていうものは一つの戦略、もう戦略と同じようにまあ常に変化しているっていうのはもう先ほどとお話ししたんですけれども、例えば今目の前の1分1秒、その今を生き切るか、この瞬間を真剣勝負できるかっていうのが、僕の何て言うんですかね、その具現化するための対し方といいますか、そこからその真剣勝負から道が開かれ、さらに大きな目標に、ステージアップしていくものなんじゃないかなと、僕は思っております。なのでその目の前の夢とかビジョンを具現化するためには、とにかく過去にとらわれず、未来に憂えず、今を
真剣勝負で生き切ること、それが一番大切じゃないかなというふうに僕は思っております。なので今日の僕の目標っていうものは、この リアライズの清水さんのインタビューに全力で答えて、そしてこの僕の思いが一人でも多くの方の考えるきっかけとなり、一人でも多くの方のお役に立てればという目標を持って今日生き抜いております。以上です。もうすごいですね、本当に今ここです。今このインタビューをどうやって話すのかっていう感じがすごい伝わってきますね。だからこの考え方っていうのが、うん、先日ですね、僕横浜の臨済宗円覚寺の、館長さん、うん、横田南嶺館長とお会いしたときに、今を生き切ることっていう話を聞いてですね、はい、さらに実感したところであります、うん、今を生きる大事なことだと思います。やはり目標とかビジョンを持つことも本当に大事だと思います。だけど一番大事なのは今この瞬間、例えば一生懸命ってどういうふうに書きますか？一生懸命2つありますよね。でも今1を生きるか1つの箇所かっていうので、私は一生懸命の方、ところの方が好きなんですけど。ところの方がですね、はい、そうですね。あともう一つが3つあるんですよ実は。そうなんですね一生懸命っていうのはこれから頑張ります、うん、一生懸命一つのところで頑張るっていうのは、この場所で今を頑張りますってことです、うん、そしてもう一つがですね、一生懸命あなたと一緒懸命に頑張りますっていう言葉があるんですよね。なので僕はその一つのところで今を頑張るっていうのが非常に重きを置いているところであります。その頑張るについてはですね、はい、具現化するためにそのように今の目標に向かって頑張っております、うん、あ、なるほど。インタビューを全力で答えます。はい、はい、ありがとうございます。すごく嬉しいです、そんな、はい、全力で答えてくださるのが、はい、はい、その気持ちにも私も答えたいと思うんですがはい、じゃあその中でもしかしたら今のお話にもつながるところあるんですけど、今なされてる、まあ、活動ですね、活動とその中で本当に今大事にしてる活動指針も伺ってるんですけど、今はどういった活動をされていますか？活動はもう一重に学びです。で毎日この今のこの乱雑としたこの世を生き切るためには、やっぱり人物から学ぶべきだと思っております。ただ、まあ、本を読むのも大事なんですけれども、やはり僕は人物から学ぶことに大きな、学びがあると思っております。それはまさに生きた学問と呼びます。例えば歴史上の人物から学ぶことはもちろんなんですけれども、僕は街で出会う方から学びを得たりするんですね。街で、はい、清水さんも僕に、なぜあなたはその革命に目覚めたのですかっていう疑問を投げてくれたじゃないですか、はい、それはもう非常に僕大事だと思うんですよね。疑問を持つっていうのは何気なく生きるんではなくて、世の中に疑問を持ちながら、あなたはどういう考えを持ってるんですかと、その疑問を投げかけるっていうのは非常に僕大事なことだと思います。それをすることによって相手のためにもなるんです。自分のこのアイデンティティを掘り下げて人に伝える、そうすることによって自己を確立できるんですね。なので清水さんが僕になぜあなたはその革命家になったのですかって言われた時に、改めて自分の進む道を、考えるきっかけとなりました、うん、なので僕もですね、清水さんからの学びを持ってですね、何ですかね、先日ですね、ある検査で、コロナじゃないですよ、うん、ある検査で僕病院に行った時に、20ぐらいのですね看護婦さんが僕についてくれたんですね。その時に、はい、あなたはなぜ看護婦になったんですかってちょっと聞いてみたんですよ、うんうん、そしたらその子はですね、最初は憧れで看護婦になりましたと。だけど集中治療室の勤務が、続くことによって、意識のない人たちのお世話をすることによって、私はこの人たちの意識になりたいと、そう思うようになったと。なので私は今ここで看護婦をやっていますと言われた瞬間に、僕はもう感動の言葉しかありませんでした。へー、すごいですよ、その方も。これが人物から学ぶということです。生きた学問です、うん、なのでなんていうんですかね、僕はなんていうんですかね、この人間学っていうのはすなわち感動だと思ってるんですね。例えば清水さんはですね、人として生きる上でその生きる意味とは何だと思いますか？私はですね、無意味の意味とか無価値の価値を分かって、そこにどう自分が意味付け価値付けできる人生を楽しく歩めるかだと思ってます。
清水さんらしいと思います。ありがとうございます。突然無茶振りしてもよろしいですか。また無茶振り。一応基本は浜崎さんのメインインタビューなんで短めでよければ。あ、そうですか。はい。あ、じゃあもう後で終わった後に。そうですね。はい、お願いします。僕はですね、己の生きる意味、確かに清水さんの生きる意味っていうのは僕も非常に共感するところもあります。でも通ずるところはおそらく感動だと思います。そうやって清水さんも人の価値とか、まあ、その自分の生きる価値とか意味を見出した上で、そこに感動が得られるんだと思います。で感動こそ僕は魂の成長だと思っております。うん。ちょっと待ってくださいね、うん、たまにこうやって頭がですねぶっ飛ぶときになるんですよ。大丈夫です。なんかそれも浜崎さんらしいです、まあ、とにかくですね、まあ、この感動っていうものが人物から学ぶ人間学、うん、でこのような感動をですね、常に、日常から清水さんのように日常から学び、その感動を、一人でも多くの方に伝えていきたいなと、僕は思っています。それが、はい、僕の生きる指針であり、うん、使命だと思っております。すみません、ちょっと最後はまとめて。ありがとうございます。いや、でも本当話聞く中ですごいまっすぐですし、なんかすごい情熱というかすごいそれが溢れてるなっていうのはすごい感じるんですね、はい、で改めて、まあ、最初に志の方になると思うんですけど、その志を持つようになったきっかけってどんなこう出会いとか気づきとかがあったんですか。ですね、うん、この出会いとか気づきっていうのはかなり僕衝撃的な出会いあったんですね。これはもうシムさんにも僕以前話したと思うんですけれども、僕はこれまでですね、ブロックチェーンの開発 IT 経済の最前線で活動しておりました。で僕たちの開発したキュラスというブロックチェーンは中国と韓国とシンガポールとロシアにもうすでに上場しており、そして今ビットコインに次いで2番目に日本で決済として使えるブロックチェーン、2018年は実はですね、僕はこのブロックチェーンのセミナーの登壇で日本一となりました。回数ですね、日本一ブロックチェーンのセミナーをやった講師として評価されています。でその頃はですね、僕はブロックチェーンと IT 経済で世界が変わると一人で勝手に思い込んでおりました。その頃にですね、この人間学の権威、感性哲学論者の行徳哲夫先生と出会ったわけです。このですね、行徳哲夫先生は僕に歴史と人間学で説いてくださりました。で僕はですね、もちろん経済論で行徳先生に挑んだわけです。その時にですね、行徳先生が歴史とその感性哲学、そして人間学で僕にお話しされる時に一言言われたことがあるんですね。君に歴史の人物の心の何が分かるのかと。それは歴史でですね、誰が何をしたとかそういったことは分かるだろうと。だけどその人物の立場に立って君はものを考えたことがあるのかと言われたんです。例えばですね、一つ、一番最初にお会いした時にこの話されたんですね。日露戦争後の朝鮮と、満州の処理問題だったかな、処理問題に尽力した日本の初代、総裁ですね、伊藤博文がですね、ハルビン駅で、アン・ジューコンにですね、狙撃されたときに、一言、放った言葉ですね、愚か者めがと、その言葉の痛みが伊藤博文の韓国を救おうとしたのに、さらに韓国の人から殺された時のその無念さが君には分かるかねと言われたんです。でそこで一言言われたのが、君の今語っている言葉は音にしか過ぎんと、まあ、生まれて初めてそんなこと言われました。何分僕はですね、2018年は日本で一番ブロックチェーンと IT 経済について語ったという自負があるんです。その僕に君の言葉は音にしか過ぎんと一言言われた時にはですね、もう僕は心打ち砕かれまして、でもう一言、浅い川はジャブジャブと流れが速くうるさいと、深い川には淀みがあって静かに流れるものだと、君の言葉はうるさいと、さらにダメ出しを食らいまして、
まあ、その言葉によってですね、僕はあの反論する気力もなく、ただ打ち砕かれ、歴史を学びたいと、一から僕は生まれ変わろうと、そこであのこれからですね、2024年に新研の発行されるあの渋沢栄一先生のですね、論語とそろばんの方を一旦置いてですね、これからは論語を一から学び直そうということで、そしてあのこの今僕が学ぶ論語人間学の学びを一人でも多くの若者に伝えていこうと、そういうきっかけ、そういうきっかけと発見、出会いからですね、今この道を歩んでおります。はい、いやありがとうございます。なんか改めてすごい衝撃的だし、私もその立場で言われたらめっちゃショックやなって思うんですよね。いや今までだって自分がこう一生懸命こう積み重ねてきたことをこうある意味こうなんていうんですか、一発でこう打ち砕かれるっていうのがあって、でそう思った時になんか逆に反発してもよかったと思うんですね。ムカつくとか嫌で嫌って思った時になんか浜崎さん自身が逆にこう学ぼうとか、そういうふうになんか素直にこう受け止められる、その素直さってどこから来るんだろうなっていうところありまして、なんでご自身はそうやってこう受け止められることができたんだと思いますか？やっぱり自分がですね、あの先日ですね、僕茨城に行ったんですよ。はい、その行徳哲夫先生の下で長年学んでいる方がいらっしゃるんですけれども、その方は家を建てるお仕事をしてるんですが、その方にあの無償に会いたくなって、午後の予定とかもう何も考えずに会いに行こうと思って会いに行ったんですね。でその時にあのその方が、まあ、その方のもう名前出しますが、あの北沢治さんっていう方なんですけれども、あの後でちょっとあの LINE で名前出したよって言っとくんですが、その方がですね、その方の家づくりの話を聞いたんですね。今の世の中の家っていうものは見た目だけは綺麗にするんですよ。だけど中身は、まあ、あのなんていうんですかね、合成の合わせの木で作ったような中がスカスカな、すぐあの折れるようなですね、もう本当に中身のない家だけど見た目は綺麗、ピカピカして、そんな中身のない家、見た目だけの家の中で育てられる子供がかわいそうだと、だから私はあえて自然の節だらけの木とか曲がった木とかで、私は本物の家を建てたい、見た目なんかどうでもいいと、本物の家の中で子供たちを育ててあげたいって言われた瞬間に、今までの僕、見た目だけをその経済だなんとかだ合理化だとか、そういう見た目だけを取り繕って、この中身がない、心がない、感動がなかった自分ですね、自分にあのショックを受けたっていうか、今僕は思っております。あの若者たちにですね、この世の力は何なのだって聞いたときに、あのお金っていう子が結構多いんですよ、うん、この世の力はお金だって、お金持ってる人間が強いんだよっていう子が多いんですね。なぜならお父さんたちがもうバブル世代なので、お金を追っかけてって生きてきた世代なので、今の若い子たちっていうのはですね、なのであのそういうこと言う、なので僕はの言います、そろばんだけじゃダメだと、論語も学べと。なぜならお金を追っかけて走っていたとしたら、目の前でお金がばらまかれた時に、君たちお金で足をあのひあの足を足元すくわれるぞと、お金で足つまずくぞと。なのでまず論語を学んで、そろばんよりも前を走りなさいと。そしたら自分の後ろでどんだけお金をばらまかれたとしても、前を向いて走ってるんであれば、お金に足をつまずくことはないと。論語を学んでないと、もう論語を学んでない人間がお金を掴んだとしても、必ず自分は破滅するぞっていうことを僕は伝えてるわけなんですね。なので、あの何て言うんですかね、先ほどあの清水さんがおっしゃられたように、その発見やその出会いっていうのは、数分の遅れも早もうあの数分も早くも遅くもなく、必然として僕はあのやってくるものであると思います。頭の中で考えてもやってこないんです。感性で、この心で動くからこそ、大きな発見とか出会いっていうものが、おそらく、与えられてくるんだと思います。なので、あの感性とはですね、すなわち己の心です。僕は今まで心がありませんでした。そろばんばっかり僕は追っかけていたので、経済だ、ブロックチェーンだ、これからはお金の時代なんだって言ってたんです。なので目の前でお金ばらまかれたら、僕つまずきますよ、はっきり言って。だから僕は今論語を学んでるんです。己の
の心をしっかりと僕は学んでるんです。なので己の心の在り方によってその価値のある発見とか出会いとかを手に入れることが僕はできるんじゃないかなというふうに、僕は思っております。なので自分がですねこの和のどこにいるのかっていうのが一番大事じゃないかなと思います。和ですね、円とも言います。なのでこの和の中の左右に偏りすぎると偏るんですね。左右に寄りすぎると偏るんですね。上に行きすぎると下げすむんです。下に行きすぎたらへつらうんです。なので和の中心にいなさいということなんです。自分の心は必ず中等です。中等こそ難しい、中庸こそ難しいんです。偏りすぎてもダメ、上に行きすぎてもダメ、下に行きすぎてもダメ。なのでしっかりと人間学を学んでいきましょうというふうに僕は思っています。なので和の中心にいることによって、その和の中心から物事を見つめることによって自分にとって貴重な発見や人との出会いを得られるんじゃないかなというふうに僕は思っております。はい、ありがとうございます。最後熱い盛り上がりがめちゃくちゃ感じましたね。でも本当に中庸で生きるってすごく大事だと思います。偏りが生まれた瞬間ね、何かがこうバランス崩れてしまうとやっぱ人との付き合い方とか物事の見方とかもやっぱ冷静に見れない時もあると思うので、その中庸で生きるっていう生き方が本当にこれからの時代の 人間の生き方としてねすごく大事なんではないのかなっていうのをすごい話聞きながら思いました。はい、で一旦ですねインタビューでは以上となりますので、はい、はい、こちらで終わりたいと思います。本日はお時間くださりありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。